はい、皆様こんばんは。本日は海外移住のメリットをご紹介しようと思います。私自身が東南アジアに移住しており、タイのバンコク、インドネシアのジャカルタでの生活を経験しておりますので、自身の経験を踏まえてお伝えしていければと思っております。海外移住のメリットはいくつもありますので、毎回一テーマ語っていきたいと思います。今回のテーマは生活費が安い。それではいきましょう。生活費、これはまあどこの国に移住するかにもよりますが、東南アジアに移住すれば本当に生活費は安くなります。別動画でバンコクと東京の生活費を比較した動画を上げておりますので、よろしければご参考いただきたいのですが、本当に安いです。かなりの額を貯金に回せるかと思います。なぜ生活費が安いかというと、まあ当たり前ですが、現地の方の給与水準に合わせた物価になっているからです。例えばタイ人の大卒初任給が日本円で月6万円ほどです。彼らは大卒なのでもちろんエリートですし、例えばコンビニの時給は150円ぐらいです。まあ当然ですが、この給与水準で生活できる物価水準となっております。一方、法律で日本人のタイでの最低給与は5万バーツ、日本円で17万円と定められております。最低でですよ。それでタイ人の大卒初任給の3倍もらえるんです。それは余りますよ。まあ、そういった背景から生活費を無理なく自然に節約できるという点が海外移住、特に東南アジア移住のメリットになります。物価の高い国に行ったらこのメリットは当てはまらないので、海外移住のメリットというか物価の安い国への移住メリットになりますかね。まあ、実際私もタイのバンコク、インドネシアのジャカルタで生活し、生活費は大幅に下がっております。以上となります。本日は海外移住のメリットとして生活費が安いといったテーマでお話しさせていただきました。少しでも皆様のお役に立てていれば幸いです。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。